赤い果実は、キスマイフット2の20作目のシングル。2017年11月29日に、エイベックストラックスから CD 発売された。キスマイフット2のメンバー玉、森優太が主演するドラマ、重要参考人探偵の主題歌として書き下ろされた、ミステリアスな楽曲であり、タイトルは、真実のみ、本心を意味する。メガボルトのロケ地楽曲のミュージックビデオは、 和歌山県にある中世ヨーロッパのような街並みの中3.65以来自身3年半ぶりとなる全編ロケーション撮影で行われた。メガボルトはストーリーバージョンのショートムービーとダンスバージョンのダンスエディション2種類が制作されており、同一楽曲同一アレンジで2種類のメガボルトが制作されるのは自身初の試み。ショートムービーは 音楽を禁じられた世界に囚われた7人が解放されるまでの革命の物語を描き、ダンスエディションでは7人が手錠につながれて鎖ダンスを踊る。鎖の使用は前日の玉森主演ドラマから着想を得てメンバーの千賀健人が提案。自由を奪われ、縛られた7人や7人が絆でつながれているようを描く。また、ジャケット写真や 歌番組での曲披露の際もメンバーは鎖を装着している。2017年11月29日、初回生産限定版 A、B、通常版の3種で CD が販売された。初回生産限定版 A に付属の DVD には赤い果実の2種類のメガボルトが、初回生産限定版 B にはメンバーがいるスポーツのハンドソープボールを行う模様と、 翌年発売予定の映像作品、ライブツアー2017ミュージックコロセウムの予告映像が収録されている。通常版収録のカップリング曲、フューチャートレーンは、ゴーゴーキスマイ熊本大分の CM ソングであり、通常版付属のシリアルナンバーを使用することで、CM メイキング映像を視聴可能。全形態のカップリングとして収録されたホットには、 講話の北海路しんぬくぬく当番の CM ソングに起用され、英語の歌詞が日本語の素早くホットホットに聞こえるように歌われている。ビルボードジャパントップシングルスセールズによると、初週18.7万枚を売り上げて1位を獲得した。12月11日付のオリコン週間ランキングでも売り上げ1位を記録。20作連続の首位獲得であり、 デビューからのシングル1位連続獲得作品数は歴代4位体となった。同月間ランキングでは2017年11月度の4位、年間ランキングの32位を記録した。初週売上枚数は184,661枚。CD ジャーナルの CD 新婦市長記にて、新田さやかは未来への決意を固めて望む勇者を描いたミステリアスでパワフルな楽曲と評した。 リアルサウンドのチャート1投了団にて、小木原あずさは、闇、落ちていくのようなダークな世界観から、救い出すという希望へ向かう歌詞を、ヘビロック調の重厚なギターや、低音のストリングス、短い単音のピアノが、効果的に表現しているとした。さらに、曲冒頭と一番サビ後に登場する、赤い果実から始まるフレーズがアクセントとなり、本作が暗いだけの楽曲に留まらずに力強い。 印象を与えていると評した。また2番サビ後の歌詞のない部分にミュージカル性を感じ、等身大のリアルな彼らの姿を描き出すというより、物語の登場人物としての彼らを描いている点にグループの新しい魅力を感じると述べた。フューチャートレーン以降、通常版のみ収録。赤い果実、4時14分ホット、に、4時24分フューチャートレーン。 3時55分、今は、まだ遠く果てしない夢も、4時4分、初回生産限定版 A、赤い果実ミュージックビデオ、ショートムービー、赤い果実ミュージックビデオ、ダンスエディション、赤い果実ミュージックビデオメイキングドキュメント、初回生産限定版 B 新企画。キスマイユルスポーツ選手権第一弾ツアー打ち上げ。ウラスナック賞は、予告編通常版のみ、 フューチャートレインに関するカテゴリーありがとうございます。